歌声運動は第二次世界大戦後の日本における合唱団の演奏活動を中心とした大衆的な社会運動、政治運動である。共産主義もしくは社会民主主義を思想的な基盤として労働運動や学生運動と結びつきながら全国各地の職場、学園、居住地に合唱サークルを組織し1950年代から1960年代に その最盛期を迎えた。声楽家の石監視が運動の創始者とされる。歌声運動においては、歌声とひらがな表記を行う。これは、初代団長、聖宮正光が、中央合唱団の機関指名として、当時まで中学も出られなかったような労働者を広く、対象にして運動する目的からですとの趣旨で、つけたのが始まりとされている。革命家、労働家、平和の歌、 ロシア民謡などをレパートリーとしつつ、歌の創作活動も行う。歌声運動は、1960年代に、職場や学生のサークル、当時流行した歌声喫茶などを拠点に、日本全国での普及を見た。歌ってマルクス、踊ってレーニンというキャッチコピーが用いられた。また、日本の工業化や農村離れが進む中、失われつつある民謡や、 演舞などを再発掘するという民族主義的な側面も持ち合わせていた。芝垣和夫は、この運動の流行原因を、これらの歌には多かれ少なかれ、抑圧に対する抵抗や反戦平和を訴える歌詞と、流行歌やラジオ歌謡にはない斬新なメロディーが含まれていて、青年や学生の心を捉えたと分析している。日本の歌声全国協議会は2013年の、 段階で、加盟団体の達成目標数を、500団体としている。日本の歌声実行委員会の生命日本、共産党主催赤旗祭り内企画としての、歌声喫茶、赤旗祭りでも擬点を出す、歌声団体創作を活動の原点とする、歌声運動であるが、荒木久しなどが活動した1960年頃から1970年代初頭までの、間は、 自分たち以外の音楽ジャンルについて、ジャズやポップスは、アメリカ帝国の日本への文化侵略、演歌や歌謡曲は単なる大衆迎合などという解釈を与えていた。また当時流行していた反戦ンンフォークなどに対しては、社会派歌謡曲、資本に泳がされている、大衆の不満をそらすためのガス抜き弁などとの解釈を与え、ほぼ敵対に近い状態であった。 1970年代になって、安保闘争など、左翼の大衆運動が衰退すると、今度はポップスを研究して、新しい傾向の創作を始めた。また、日本のポピュラー音楽界にも、モンタ、ヨシノリ、上条恒彦や佐藤宗之のように、歌声喫茶のリーダーの経験者もいる。泉拓は、歌声運動より、日本のポップスの作曲を多く手がけている。一方、 悪友は歌声喫茶には行かず、モダンジャズ喫茶に行っていたことを改想している。山本夏彦は、テレビ番組の夏メロ企画において、小川正夫のヒット曲は登場しても、歌声運動からのヒット曲は一つも出てこないことを指摘している。歌は、戦いと共にのスローガンのもと、企業で不当差別されている人を励ます曲が多く、創作されている。また1960年代には、 職場、学園、地域に歌声活動家を育成し、その思想的、政治的、芸術的資質を高めることが、日本共産党の文化、大衆活動における重要課題であった。1960年安保闘争、三池闘争を経験した歌声活動家たちの中から、大勢の入党者が生まれたとされる。歌声運動でよく歌われる歌は、みんなで歌いやすく。 広く普及している歌が中心である。ロシア民謡やフォークソングもよく歌われる。ありがとうございます。